おはようございます、やんちゃです。2024年1月25日木曜日の朝です。タイマー15分、よいしょ、はい、よいしょ、お願いします。運動、はい、やりますか。タイマー4分、よし、お願いします。今日の天気、今日の天気は何かな。しばらく雨は降りません。今日は晴れです。最高9度、最低0度、まあまあ寒いですね。はい、明日からもそんな感じ。ふう、ちょっと2度3度上がるっぽいですけどね、明日から。お、で、来月に入るとだんだん最低気温が上がってきて、だんだん春になるって感じですかね。はい、楽しみですね。さて、長官、能登地震、人口減化、人口減化の復興、はいはい、生活再建など支援策まとまる。なるほどね。なんか、なんだっけ、あっちの方に旅行した時に半額補助しますみたいなやつ、最大100万円補助、あ、違う、これは違うか、なんか観光支援みたいなやつやるっぽいですね。あと何かな。 SNS 工作、アフリカ標的、どういうこと。どういうこと。軍部による政権転覆が続くアフリカ、地ならし役の一端を担うのはネットを介した情報拡散だ。ほう、そうなんだ。反仏感情情勢、フランスをなんかディスってるってこと。よくわかんないですけど。コンゴ共和国で軍事クーデター、2023年9月交流サイトでこんな情報が広がった。ほう、なるほど、大変そう。50年、これは2050年のこと。2050年に25億人に増、やばいよね。アフリカ社会は飛躍的発展を意味するリープフロッグに例えられる。ほうほう。デジタル技術が急速に普及し、先進国が数十年かけて得た技術革新を短時間で達成する現象。ほう、なるほど。まあ楽しそうですよね。なんか急にはちゃめちゃな情報処理技術がドバッと入ってきて、すげえじゃんこれみたいな、楽しい時期ですよね。うお、ここ20年我々がなんか味わってきたことを一気に数年で味わうみたいな感じになったりするんですかね、わかりませんけど。うお、きつい。日本の輸出先、アメリカが首位、4年ぶり、コロナ後に消費回復。ほんほん。景気停滞の中国は減少。なるほどね、そうなんだ。あと何かな、きついけども。物価高こす賃上げ相次ぐ。ほう、いいニュース。春季労働交渉スタート、朝日キューピー 6% 上げ。 6% でかいですね、かなりね。すごやりますね。ふう、あと何かな。能動的サイバー防御急務。能動的サイバー防御。これはどういうこと。ぐお、きつい、きつい、きつい。しんど。はあ、シュワシュ。はい、そしてけん玉、よし、やりますか。グローバルけん玉ネットワーク、けん玉検定、
アドバンス3、2をやるぞよいしょ、ほよし、 OK、 だいぶ分かってきた。確実に方、なんか成功させる方法がよっと、うわダメだった。いや、もしかめ剣がね振り剣の方はなんかやっぱ最初の何回かキャリブレーションが必要ですね。よいしょ、ほ世界一周、ふよいしょ、ほよいしょ、うぎゃやはり中皿剣が課題ですね。よいしょ、ほうお失敗した。ダメじゃん、5回失敗したもうよいしょ、丁寧に大事にやってください、ちゃんと。よいしょ、もうできるんだから。よいしょ、よし、はい、丁寧にやればこんなもんよじゃあ最初からそうしろっていやほんとそう。なんだっけ、そっか、救い剣か。はい、救い剣ね。救い剣もまあまあむずいですけどね。よっと、あ、風がちょっと風上に背を向けて、わあやばいやばい、風がよいしょ、プランク用のマットが飛びそう。はあやばいな。よし、救い剣、よし、オッケー、はい、そしてよっと、はい、灯台からの、ほっ、逆落とし、うわー失敗した。今のは成功させたかった。よいしょ、グオ、ふぅ落ち着け、腰をちょっと低めに。よいしょ、はい、そして逆落としあーやばい、また風吹いてきた。灯台系はね、ちょっと風と相性がマジで悪いので、ほっ、惜しい。ちょっと腰が浮いてましたか。ほっ、ギャー、もう5回失敗した、やばいね。よいしょ、またあれかもしれないですね、検定受けに行ったら何回かは落ちるかもねこの調子だと。うわーうわー、よいしょ、ほ、灯台まではよくて、うおー回せない、滑っちゃう、なんか上に跳ね上げるときに。よいしょ、はい、ここまではいいんだよな。よいしょ、はい、ここまではよくて、ほ、よし、 OK、 落ち着けばこんなもん落ち着け、じゃあ最初から落ち着けってさっきから次2球フリケンからの地球回し、ほ、よし、 OK、 そしてヨーロッパ一周、あれ、わし、もしかして、さっき、ヨーロッパ一周やってなかった世界一周じゃなくて。やってたよね、絶対。剣に入れてたよね、途中途中。まあ、いっか。またやるか。よいしょ。は。よし、OK。はい。そして、ダウンスパイク。うい。はい、OK。そして、なんだっけ。ウグイス剣か。はい。よいしょ。は、よし、OK。あとなんだっけ。最後、羽剣。まずは飛行機。お、成功した一発でマジかすごい長丁場になることを覚悟してたのに一発で成功してしまった。やったぜ。
カシャ。へー、終わった。さて今日もやりますか。いやー寒いっすね今日も。でも日当たりがいいから全然過ごしにくくないですね今最初に全然ってつけたから、全然過ごしやすいですねっていうのをはばかられて、過ごしにくくないですねっていう否定形に無理やりしましたいやわかんない、なんかルールがあるじゃないですか。これをつけたからには最後こうじゃなきゃいけないみたいなやつ。あの全然をつけたからにはすべからくあの否定形が来るべしみたいなわかりますか。すべからくってつけたら最後はべしで締めないとダメだよって言われるんですよその厳しい人には言われるんですよ。はい、いやーどうなんでしょうね。なんか英語の勉強とかもしてても多分この手の間違いっていうかたくさんしているはずだけど、ネイティブの人にとってはわかるとかって言いますよね。言いますけど、日本語で全然全然食べられるしこれとかすべからくすべからくなんだろうすべからくパルワールドやってるとか、なんか間違った用法をしてる人とか別に無限に見るし、なんか英語も多分そうなんだろうなっていうか、英語ではいそこみたいな、はい文法違いみたいな感じで指摘されるようなことも割とネイティブの人は知らんしみたいな雰囲気で喋って何があれ、通じてるでしょみたいな感じで現地では喋ってるに違いないと信じてるんですけど、はあ、わかんない、どうなんでしょうね。違和感の度合いが違うかもしれませんけどね、もしかしたら。まあどっちかっていうと文法の間違いよりも発音なんでしょうね多分。日本人が英語でその現地で喋ってはーって言われるのってそもそも単語が通じなかったら、文法が多少間違ってても単語でなんか類推できるけど、単語の発音が本当にダメだと、いやそもそも何を発音してんのか分かんねえみたいになってしまうから、結局発音を頑張れっていう話になるような気がするんですよね。はあ、分かりませんけど、はあ、そのうちニューヨークに行きたいんですよねわしニューヨークに行きたい割にはそんなに英語の勉強してないんですけど、あとお金も貯めてないんですけど、はあ、どうしたらいいんでしょうね。ニューヨークに行けるぐらいの経済的な余裕と、あとニューヨークでもなんか何週間か滞在できるぐらいの英語力が欲しいんですよ。向こう10年ぐらいの目標ですかねニューヨークは、うん、ニューヨーク滞在したいですね。さてお金といえばですね、今日1月25日じゃないですか。だから給料日なんですよ。給料日って言っても私今月から新しい会社の方に転職したので、前職の最後の給料日なんですよ。前職の12月末までの分の給料が今日振り込まれるんですけど、さっき見たらなんか1万8000円振り込まれててえ、ちょっと待って1万8000円だっけわしやば、え、ちょっと待って、給料1万8000円やばくねえと思って、あのよくよく考えてみたらあーって思い当たる節があって、前職の給料がなんか末締め当月25日払いっていうやつなんですよ。やばくないですか。つまり12月末まで働いた分っていうのは12月25日に支払われてるんですよやばくないですか。そういうことかと思って、つまり1万8000円っていうのは
あの先月残業した分ですね、残業が少しあったので、残業ではみ出た分はその翌月に精算みたいな感じになってるから、今日1万8000円振り込まれたわけですね。そうか、どうしようみたいな、どうしたらいいんでしょう。明日からカードの引き落としが結構あるんだけど、はあ、やばいな、なんとか金策するしかないんですけど、いやー盲点でしたね。そういえばそうだった、なんか前の会社に勤め始めた時にすごくないっていうか、当月5日前倒しでもらえんのすごいじゃんって言って、だから10年前に転職した時に、あのなんだっけ、結局前前職の給料が末締め翌末払いだったから、前前職の給料と同じ日になんか新しい会社の給料も入るからダブルでもらえるじゃんとか言って超嬉しかった覚えあるけど、そのツケが今来てんだね。10年半越しぐらいにそのツケを私が払ってるわけで、ね、今ね、なるほどね、はいはい、その時嬉しかった自分に今の自分からプレゼントしてるようなもんだよね。なるほど、やばいですね。こうなってくると早く退職金が振り込まれてくれないとやばくなってくるね。退職金を割と当てにし始めましたね。はあ、いつ入るんだろう。わしちゃんと退職金をもらう手続きできてるかな。そろそろ入ってきてくれてもいいと思うんだけど。はあ、やばいな。はい、そういう出来事がありましたんで、ちょっと今日この後金策に、はい、走ろうかなと。生活用口座にお金をどこって持ってこないといけないんですけど、どっから持ってこようかなみたいな。はあ、やば。いや、笑いましたよね、給料日にね1万8000円振り込まれるの面白すぎませんか。そんなことある。いや、あるよ、全然よく考えたら当たり前のことだよ。はあ、やれやれ。さてと、昨日やってたこと、昨日も会社に、渋谷の会社に出社して働いてたんですけど、5時半ぐらいでちょっと上がって、5時半ぐらいで上がった後、渋谷のライブハウスに行ってたんですよ。で、どこかっていうと、下、渋谷スターラウンジっていうとこなんですよ。で、私渋谷の地理にあんま詳しくないんですけど、昔ワタミがあったあたりって言ってわかりますか。わかんないでしょうね。いや、わかんないと思いますよ。あの渋谷のワタミといえばですね、なんか地下にあるやつで結構デカめのワタミがあったんですけど、もう今はないんですけど、そこでなんか毎年忘年会みたいなやつやってたなと思って、はあ、なんて言ったらセンター街って言っていいんですかね、あの辺りっていうのは。多分そう、センター街の奥の方にある結構老舗なんですかね、なんか古い感じの箱で、すっごい久しぶりに行きました。5年ぶりぐらいじゃないですかね、わし行ったの。渋谷スターラウンジっていうとこに行って、あのなんちゃらアイドルを見てきましたけど、いやー、だいたいそのスターラウンジっていうところになんちゃらが呼ばれるのは、なんかそのお笑い芸人の人が主催している東京ガールズコネクション東京ガールズコレクションではなくてコネクションね、コネクションっていうイベントで、なんでしょうね、なんかアイドルが3組ぐらいライブします、お笑い芸人が出てきて適当な MC します、アイドルが3組出てきます、 MC お笑い芸人 MC みたいな感じで、アイドルお笑い、アイドルお笑いみたいな。お笑い芸人なんだけど、別にネタをやるわけじゃなくて、
なんていうんですかね、なんか苦笑いしかできないような、なんかようわからん MC をするんですよいや何ですかね、どういうことなんだろう、あれをどう形容していいか分かんないですけどね。はあ、で一発芸みたいなやつをやって、じゃあ次の人たちですみたいな感じではけていくわけですけど、まあ面白かったっすよ苦笑いするしかないと言っておきながら、面白かったですよっていうのもどうかと思うんですけど、はあ、で なんか昨日スターラウンジ全然人入ってなくて、どんぐらいいましたかね、人が全体でお客さんとしては30人ぐらいですか、いたかもしれないですけど、うん、なんちゃらのお客さんは4人ぐらい。なんか久しぶりにこういう感じの現場だなというか、最近なんちゃらの現場行くと大体なんちゃらのファンは15人とかいるから、おおすごいって思ってたんですけど、それは最近わしが行ってたライブが、まあ、なんちゃらのホーム的な、ホームって言ってもあれですよ、法律の方じゃないですよホームアウェイのホームですよ、はい、ホームだったからっていう感じなんでしょうね、渋谷ラママでやってたからっていう。あと入場料がね、ラママだったら2500円だけど、スターラウンジだと3500円、違うな、4000円4000円結構するなって思ったけど4000円プラスワンドリンク600円とか4600円ですよ、結構やばいですよね。ラママの方も普段は3ドリンク1000円のやつを買ってるから3500円とかですけど、3500対4600は結構違いますよね。まあそういうことなのかもしれませんが、まあなんちゃらの客が少なかったので、久しぶりにあの物販でなんちゃらと長く話せてよかったですよなんか久しぶりだなこういうのって言って、あのずっと昨日はあのたまごっちの話をしてましたよ。あのたまごっちをいかにこの狙った形に進化させるかっていう、あのお世話失敗回数と、あと自分が育てているたまごっちがあの5の倍数の時しか進化しない形態があるから、5の倍数の時は狙っていくといいとかそうチャートがあるから、あの参考にしてって言って、めちゃくちゃ面白かった。はあ、いやいいですね久しぶりに癒されましたね。うん、やれやれ。渋谷だからまあ職場から歩いて行けるし行くかと思って行きましたけど、センター街の奥の方ともなると結構かかりますね、歩いて12分か3分ぐらいかかりましたから、一駅分ぐらいある。はあ、やっぱ渋谷ラママが異常に近すぎるんでしょうね職場から道路渡ったらあるっていう異常な事態ですけど、はい、次のなんちゃらのライブは日曜日ですね。日曜日朝から晩までなんちゃらアイドル10周年ライブというのがあるので、それが楽しみですね。さまざまなお世話になった人たちが一堂に会するみたいな絶対行くぞ。ただ朝マジで朝なんですよ。朝9時半とかって言ってたかな、9時半から渋谷ラママ9時半からってことは、わしは8時半に出なきゃいけないでしょ。8時半に出るってことはやんちゃクラブの収録とアップが8時半に終わってなきゃいけないでしょ、日曜日に。結構やばいですよね。だからちょっと計画立てて土曜日とか早めに寝ないとダメですね。早めに寝て6時ぐらいに起きて、で朝ごはん食べて収録して編集アップして8時半に出るみたいな、やばいでもまあ8時半に家を出て9時半に渋谷に着くっていうのは、なんか来週あたりからやりたいなと思ってたことではあるので、
ちょっと朝方にシフトするっていう練習としても結構いいですよね。いや本当朝方にシフトしたくて、この間その一昨日だっけ、一昨日ファルワールドをやって朝4時までね、なんかファルワールドやっちゃったみたいなやつあったじゃないですか。あれで本当になんかバイオリズムというか生活習慣ぶっ壊れ始めたんで、ちょっとそろそろ締め直さないと本当にやばいですよ。はい、だからね、あの日曜日のなんちゃら10周年は朝方に巻き直すいい機会だと思って、ちょっと気合を入れて時間を調整したいと思います。だから私昨日もパルワールドやってないからね、強い意志でちょっと起動しようかなってなったんですけど、これマジで起動して絶対ちょっとで終われないし、マジでこれ本当に次も4時になっちゃったらやばい、やばすぎるってなったからこらえましたよ。だその代わり電車の中でパルワールドちょっとやってるけど、あの Mac でやってるからキーアサインがすごいぶっ壊れてて、コマンドボタンを押しながらじゃないとあの ASDW が効かないからしかもコマンドボタンを押しながらトラックパッドを操作しつつ ASDW を動かすとか、なんかもう指が普段のパソコンの使い方じゃないから釣りそうになってくるんですよね。しかも電池の消費も激しいし、ちょっと無理があるね。はあ、しかもなんか私はその Mac でやるときはなんか壊れてもいいように、なんか壊れてもいいようのなんかサンドボックス的なワールドでやってるから、別に何の進捗にもなってないしそうあれなんですけど、でも電車の中でできないいいっすね。電車の中でなんかこれ今後ちゃんとキーボードの調整とかできて、もしくはコントローラーの接続方法をちゃんと確立すれば結構いい感じの環境になるんじゃないかなって思ってます。はい、さて終わるか。はい、じゃあ今日もやっていきますか。はい、バイバイ。